皆さんこんにちは、モンハン日記やっていきたいと思います。いや前回ベリオロスがめちゃくちゃね強くて、いやほんと参ったなっていう感じなんですけど、あれからね防具とかもね結構作りまして、装備もねまずベニカガチの毒爪1、ちょっと今なまり変でしたけど、毒双剣にねしてみました。これ作るのに半日かかったかな。であとね、やっぱ体力増強メインにキノコ大好きっていうのも入れてみました。気絶はね完全無効にできてないんですけれども、これ無効にした方がいいかな。気絶完全ちょっと無効つけようかな。ここら辺まだ迷ってて、装飾品一応ね可能だと思うんですよね。耐絶獣ですよね。で早食いをなくせば、まあ、気絶無効いけると思うんですけど、そうあとねこれ体力の装備ってこれつけれるんですね、こういうのね。ただ無効になってるんだよね、ここ見ると。だから来た時に発動するんでしょうか。あんまこの辺もよく分かってないんですよね。早食いはいいから、完全にやっぱり気絶しない方がなんかいい気がするんで、ここ変えようかな。確かねもう一個あった気がするんだよね。はい、じゃあこれでちょっと無効になったと思うんで、早食いがね一個なくなっちゃいましたけど、まあ、しゃあないかな。これで一回やってみます。はい、で今日行くクエストなんですけど、まあ、多分また強いんじゃないかな。マスターの任務に入ってるからね。ナルガクルガとティノーバルドってやつなんだけど、まあ両方とも一緒か。ナルガクルガって一回あれだな、あれかライズとかで戦ったことがあるかもしれないな。ディノバルドって初めてなんで、これ行ってみようか。はい、イベントが始まりました。いやイベント系のボスだから強そうだね。クラッチクローがねまだ全然できないんで、まあ狙っていきますけど、どっちにしろ石がないのか。あれリオ、これはリオレイヤーだっけ、リオレイスみたいなやつだね。こいつが狙われるって感じか。これがディノバルド？ん？あれ？こいつ？あ、そうだよね。うわー、硬そうやな、でけえしな。ここで戦うのか、しかも。で、火なんだ。回避で火をね、こう、なんていうか、消すのを忘れないようにしないといけないな。いや、これまた長期戦になりそうだな。うわ、尻尾やば、強そう。でこのディノワルドの亜種っていうのをなんか倒せるようになると、武器がもう一段階なんか強くなるらしいんですけどね、素材としてね。でこれやばいな。まず速攻体力の装備、これいきなりさ始まるじゃん、イベントの後にね。だからわちゃわちゃしちゃうんですよね。まずは体力の装備をもう速攻着て、うわ切る前にやられた。そうこれがねちょっと嫌なんですよね。でOK、一体ちょっとまだ攻撃パターン読めてないからやめて、そうやっていきなりいじめんでくれ。で OK、もうこれが精一杯、傷つけもできん。あれ？で毒が入れ、まずはちょっと毒を入れていきたい。あぶんな、うまく今ギリギリ避けれたって感じかな。ちょっと尻尾攻撃は気をつけないとあかんな。懐に潜り込んで、とにかくでも懐があれなんだね。やばいやばいやばい、オッケーじゃないけど、
やばそう。あ、でも毒は入ってるね、多分。あぶんな。で、一回回復入れておこう。おー、今のも気をつけないとやかんな。もうね、移動とかね、してる暇ないんですよね。あぶんな。ぐるって回転したらちょっと気をつけないといけないね。あー、やられた。なるほど。あ、でも気絶無効をつけてるからやっぱちょっと安心感はあるね。なんとか今まぐれでね、避けれてるって感じですね。もう移動かい。これを持って、で足跡一応取っておこうか。まず初戦の感想としては、まあ、なんだっけ、前回のベリオロスよりは戦いやすそうな気はするかな。くるみの装衣を着て、あ、着れなかったけどね。これでぶっ飛ばしできる？あ、なんか できなさそうだね。傷つけで、なんかぶっ飛ばしやろうと思ったけどできなかった。あ、せっかく坂があるのに、この坂がね、うまく使えないんですよね。あの、なんだっけ、ぐるぐる、あ、かっこいい、リヴァイってやつか。あれがね、できないんですよね。まあでも、距離を離れてやっておけば、なんかこいつ、意外と今のところ攻撃なんとか、まぐれで。あー、これが危ない。さあ、ここでできるか。あ、できなかった。滑れたんだけどね。あ、で、あれがある。よし、OK。で、傷つけたい。今行ったかな。もう一丁ダメだ。あんまり無理すんのやめとこう。あ、行った。オッケーオッケー、これ気持ちいいんだよね。もう一回行けるか。あ、ダメだった。鬼人化になってないといけないとかあったっけ、これ。なに、え、嘘、なに今の。びっくりした。なんかすごいことになったよね。あ、でもこいつはいけそうな気がするな。やっぱいけそうな気がするなって。もう早速か。あ、でもね、やっぱ気絶無効いいね。ダメだ、やばい、これ飛躍だ。 OK。なんか、あ、今怒ってんのか、そういうことか。めちゃくちゃ今強いね、敵がね。今リヴァイじゃないよ。でも助かった。すっげえな、もう刃なんだね。あの、なんていうか、これやばいね。おっぷんな、なに、何やってる。ここでランブじゃないよ。やばい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 。うへー、なんか普通さ、慣れていくはずなんだけどさ、どんどん下手になっていくっていうね。これ回復グレード使っといて。あれがさ、左に行くか右に行くかがちょっと分かんないね。なんか、あの、 OK、顔を傷つけたい。あれ、なんで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 。あ、疲れちゃってる。やばいやばい、これ飛躍かな。で、一応ね、あのキノコ大好きも持ってるんで。オッケー、ダメだ、方向か。やべ、攻撃が当てられなくなってる。怒ってる状態だからかな。あれ、当たらない、方向が。いやー、第2戦は結構ボロボロだったね。まあしゃあない。いや、ここ狭いね。大丈夫かな。
なんか乱闘してほしい、誰か来て。OK。やばい。ああ、来るの分かってたんだけど、避けられなかったな。おぶんな。あ、疲れてる。ここでぶっ飛ばしか。もう一丁。こういうやり方でもいいんですかね。クラウドで回復薬ブレードを使っておく。ただ突っ込んでそう、きそうだな。ん、どっちだどっちだ。何、なんかやばそうだぞ今の。大技っぽいな。やばいやばいやばい。あそこにあれがあるね。あ、あれってなんだっけよね。うん、第今参戦って感じか。参戦はまあ攻撃は当てられたけれども、うんっていう感じかな。回復薬がなくなっていっているね。そう、これがね、ほら できないんですよね。なんかもうこれで吹っ飛ばしやるんだけど、多分うまく今できてないよね。もうだからもう傷つけをして、とにかく、ちょっとここら辺がねまだやっぱり分かってないな。もうとにかく足狙って、まだ1回もあとダウンできてないんじゃない、もしかしたら。で炎状態になっているけど、もうちょっと1回攻撃を食らわしていきたい。これってあれか、鬼人化状態だと解除できないのかな。やばい、間違えた。やっぱショートカットで回復薬で、いてててててててやばい。あのキノコ大好きがまだね慣れてないとか、邪魔、この子たち邪魔よ。危ね、ちょっと見えないよこの子たち。やばいやばいやばい。とにかく攻撃を、え、スリンガーができない。痛い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 。でも混乱ないのが本当に嬉しいね。よかったかもしれない。これ混乱とかもなってたら、あとあれができんじゃん。ノリいったー、オッケー。これは大きいぞ。スタミナもまだある。すんげー暴れるな。よっぽまだ乗ってる？すげえな。なんだ、すげえスタミナ減ったぞ。これでぶっ飛ばした後はどうしようかな。鬼人化して顔狙った方がすげえ暴れるな。よし、そうだね、これは鬼人化して顔狙いでいいな。でも入ってないよね、ここ微妙じゃ。もう体に当てる。でこの辺でやめとこう。ここいつもねやりすぎちゃうんだよね。やっば、ここちょっと狭すぎるね。危ないね。移動しよう。一回こっち側に来てもらった方がいいんじゃないかな。できたところでこの閃光玉を当てると。あ、やばい、来た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 。いいよ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 、 OK。 これぶっ飛ばしがね
やっぱできてないよね。できた？あ、てかスリンガーダンが持ってねえのか。やっぱねこの辺難しいな。やっぱりね、ここも狭いからもう少しこっち行きたい。で回復入れとこ。こっちおいで、こっちおいで、こっちおいで。邪魔よ邪魔よこの子たち。一旦とこ。今回どうかな。攻撃はちょっと当てれた気がするけれども、ちょっとやっぱスリンガー弾なんかあれだっけ、石ころとかなんかさ肝心な時にいつもないのはなんでだろう。なんかどっかにない？やっぱないか。この坂のところ結構被弾するんだよね。あ、傷つけはできた。 OK。どうかな、当てれてるかな、削れてるかは分かんないね。あれやめて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 。なんか当たってない気がするね。あ、いったいった。危ない危ない、怖い怖い。あ、やばい。なんかそっか、今の丸まったモーションなんかありそうだね。 OKOK、 ちょっと一回 OK。でもなんかこれは乗って攻撃は少しできるようになってきたかな。乗って攻撃っていうか、あのクラッチクローで、あのちゃんと狙ったところはできてないけど。うわ、今のもったいないな。サッカーせっかくここでできるかな。ダメだ、これがうまくできない。もったいない。あー、食らっちゃった。役これどうやるんだっけな、滑り滑り滑んの。あ、ダメだ、あんまり変なことやんない方がいいな。暴れてる状態今。滑り込みができない。で相手を見失う。グレートもなくなってきたな。そしたら、うわすごい。どうやんの。あれこれ練習しないとあれだね。もったいないよね、さっきからなんか攻撃チャンスで全然攻撃できてない気がする。やばい、これやばいんだよね。嘘でしょ、こっち来るの。今避けれたと思ったんだけどな。よし、これ閃光玉やばい。これあのどっち行くか分かんないね、あのグルングルンってやつね。結構暴れてる状態か今。しょうがないか。あー、できなかった。これどうなるんだっけな。なんか無意識にやってたのかな、さっきまで。あ、いった。今どうやったんだ。もう一丁いけるかな。どうするか。もう少し。これヒーロー。やばい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 。回復入れておきたいが、まあ一旦もう少しな。なんかあのぐる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 ができたらよかったかな。あれ結構 V 破壊とかいけるよね、ぐるん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 やるのね。で傷つけてから、あ、やった。ちょっ
ちょっとボディにもう足狙いでいく。もう一回傷つけいける？あ、いけた。オッケー。やった。オッケー。これ顔顔顔顔。あ、基人化していない。この辺がまだまだだけど、これお腹の方が良かったか。足狙ってもう一回ランブ。ウヘー来てる。ウヘーウヘーウヘーで、これ解除するには基人化状態で解除ができないのなんでだろうね。やっぱグルーンってローリングしないといけないのかな。あ、今あった。これで移動しないといけないの。ぶっ飛ばしってどうやるの。うん、できないね。なんでだろう。なんかまた移動しちゃった。あ、ここやだね。あ、しゃあないか。何をやってるんだこの人は。ん？何をやってるんだろう。なんか探してた。超攻撃チャンスになってるんですけど。やばいやばいやばい、一気に来た。こっち来て、こっち来て、こっち来て。じゃあスリンガー閃光弾がまだあるから撃てるね。こっち来て。え、スリンガー、あ、セットされてない。マジか。これしかできん。こんなになんか傷つけやる意味あんのかな。もうランブで削った方がいいのかな。うわがらん。もう少し削りたいが逃げちゃう。すぐ逃げちゃう。でもぶっ飛ばしもやってみたいんだよね。あ、汚かった。やべ、食らってる。あぶんな、あぶんな。今はまぐれです。あー、これは、あ、やばい。あー、今あれがね、避けれないね。もう一回ブレード。暴れモードに入っちゃったか。スリンガー閃光弾もうないな。痛い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 。やばいやばい。キレモード入ってる。攻撃当てたいな。 OK、 今のでかい。キャンセルできた。オッケー、潜り込んでいるぞ。うまく。あ、でも当たってない。あ、突っ込もうと思ったら失敗したな。うん、さあどうするか。あ、やばい。これはもう離れるしかない。あぶない。今まぐれだ。今当たったと思ったけどね。無駄な双剣の動きが多いですね。で、食らっちゃうという。あぶんな、今のまぐれだ。やばい、何？変な魚にやられた。あと、
まあ関係ないと思うけど、水がちょっと戦いにくいね。うわすっげえな、うわこれはすごい距離来たぞ今。でもやっぱ気絶ないのでかいね。あもうなんか使ってる、これ傷つけられるかもね。なんかもう足狙いでいいやつ。あやば、あぶんな。あーこれ2発でくんのか、これ飛躍だな。あれいや飛躍間に合わなかった、力つけちゃったよ。あの回復ミツムチにしてないんですよね、お供を。そうだな、回復にミツムシにしようかな。やばい死んじゃったね。で体力の総意を切って、あれだできなかった。うーん食らっていく。あ足引きずってない、引きずってるかな。あいつってあでもなんか捕獲できそうな感じがするね。じゃあここでちょっとやってみようか、一回捕獲。なんか引きずってる感じがするよね。あとちょっとだったのかな、なんかドクロマークがさ出ないからわかんないんですよね。一旦捕獲試みてみよう、引きずってる感じがあったぞ。急げ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 、寝てればいい。あ、ここにいた。どう？捕獲玉2発。あ、まあ弱ってたんだね。まあなんとかいけましたが、強いねやっぱりね。ただ全然なんだっけ、ベリーオロスよりはもう全然マシでしたけど。まあちょっと一応通話してしまいましたね。はい、ということで、なんとかディノバルドだっけ、なんだっけな、まあ討伐っていうか捕獲になっちゃいましたけれどもね。まあ前回ベリオロスも捕獲できるの知らなくて、もうギリギリ5分だっけ。あこれなんだろう、どうですかこれは。攻めと回避性能アップだって。あとそうそう、回避性能とかもね、なんか入れておくと生存率上がる気もするんですけれどもね。で尻尾攻撃が2発のやつがちょっとまだ分かってなかったりとか、グロリンのやつね、あれがまあちょっと避けるのが難しいかなっていう感じがしました。はい、ということで、今日はなんだっけ、ディノバルドを倒していきました。はい、まあもっともっとクラッチクローですね、もう適当にもうしがみついて傷つけやっちゃってるんですけど、ただ頭だと双剣ってな当たんないっていうかね。だったら足狙ってあのチク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 お腹に入ってやった方がいいのかなとか、そこら辺がねもう少し見極めが必要かなっていうのと、ぶっ飛ばしがさ、なんかその丸ボタンを押してもこう方向が変わらないんですよね。だからあれぶっ飛ばしできる時って方向変わるじゃないですか、なんかね3方向とかね、あれがまずできないので、なんかよくちょっとぶっ飛ばせないというかね。はい、そこら辺がもう少し練習が必要かなって思います。じゃあ次はナルガー来るがだっけ、これはライズとかサンブレイクの時に戦ったことあるので、まあなんとなくは分かってはいるんですけど、ただワールドのナルガクルガは初めてだっけ、こいつ多分そうだよね。なのでまあ多分苦戦しそうな感じがします。しかも素早いから、どっちかっていうとね、前回の、ベリーオロスだっけみたいにシュン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 飛びそうなんで、
まあ一筋縄にはいかなそうですけれども、ディノバルドの方がなんか投資しやすい気はしますね。はい、ではでは見ていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。あ、マルチね、全然できてないんですけどね、でもやりたいなとは思ってます。ぜひその時には一緒にお手伝いしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。さよなら。